この番組は光圀社長と社員たちが世間で話題になるであろうおすすめ情報をいち早くキャッチし皆様にお届けする番組です。走れ光圀社長。社長お仕事中すみません。お、どうしたどうした。すみません、ちょっと今日は話がありまして。お、嫁と喧嘩したんやな。いや違いますよ。わかるわかる。めちゃくちゃ進行なんで喧嘩ゼロですまだ。いや実はですね、ちょっと前に解散してからしばらくピン芸人で活動させてもらってたんですけど、ちょっとコンビを組むことになりました。というわけで今日はその相方をちょっとご紹介させていただきたいなと思いまして、すいません、じゃあ新しい相方出てきてください。お願いします。わーしゃ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 ー、現役経験芸人を16歳、ハッピーなハッピー起きてるハッピーちゃん参上して帰ります。ちょっと社長引き止めてよ、マジ泣いた。最高やな。最高でしょ。これはもうリアル JK 芸人のハッピちゃんとコンビを組んで。マジか。そうなんです、はい、ハッピちゃんと GM と言います。よろしくお願いします。イエーイ森田さん、イエーイ。アゲピース、アゲピース、アゲピース、アゲピース。森田覚悟決めたな。そうなんですよ。これユニットとかじゃなくて本当に組むやん、はい、ガチガチガチガーチ。何やろ、胸騒ぎがする。胸騒ぎを起こす期待の新コンビ、ハッピちゃんと GM の漫才をご覧ください。わーしゃ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 、現役 JK 芸人を16歳、ハッピーなハッピー起きてるハッピちゃん参上。はい、現役 JK 芸人ハッピちゃんと元漫才師現保護者森田 GM でハッピちゃんと GM です。お願いします。ハッピーお願いします。頑張っていきましょうね。ハッピちゃん、あのね、ハッピちゃん森田さん、ツタヤ行ったことないんですよ。あ、今の JK ってもうツタヤ行ったことないんですね、うん、だって会員登録とかせなあかんのやろ。そらそうよ。ちょっとやり方分からへんねんけど教えてくれへん。なるほどね。じゃあ僕がツタヤの店員さんやってあげますので、ハッピちゃんじゃあお客さんとして来店してください。いん、はい、練習していきましょう。オッケー、じゃあツタヤの練習やるのかやらないのか、ハッピちゃんルーレット。ハピちゃん、腕をくる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 ルーレット。ハピちゃん何これ。ハピちゃんくるくるくるルーレット。ハピちゃん、やるのか、ハピちゃん、やらないのか、ハピちゃん、これ何、ダッチ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 、ハピちゃん、やらない、やらないんですって。ちゃうのよ、ちょ、ハピちゃん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 がツタヤの練習したいって言ってんな、うん、練習やりたいねんな、行きたいねんな、やろう、やりましょう、はい、はい、やりましょう、うん、はい、じゃあ練習させていただきます、はい、うん、はい、はい、やろうな、うん、やろうな、うん、ツタヤの練習やるのかやらないのか、ハピちゃん、ルーレット、ハピちゃん、ハピちゃん、次は同じ種類のハピちゃんが3つ揃ったら練習開始しちゃうよ。新しい要素足すのやめようか、ハピちゃん、ハピちゃん、モリモリハピちゃん、ハピちゃん、グルグルグ、やる気、モリモリハピちゃん、リーチ、リーチ、スペシャルリーチ、スペシャルリーチ、グググググ、また演出入った、また演出入りましたよこれ、やる気、やる気、モリモリハピちゃん、アングリーハピちゃん、アングリーハピちゃんでした、アングリーハピちゃんが出ました。ちゃうのよ、ハッピちゃん、もうむちゃくちゃよ、おい、今日の漫才どう思ってんねん。もう疲れた、バイバイ。疲れたんかい、もうええわ、どうもありがとうございました。2人の漫才に大満足の社長、この後ハッピちゃんがみんなをハッピーにする特技を披露。めでたい子というのはですね、ハッピちゃんがネガティブな、どんなネガティブな状況もポジティブに変えてしまうという。例えばこんなネガティブなシチュエーション。遠足に持っていくおやつを忘れてしまったらどうポジティブにするでしょうという問題です。ハッピちゃんならこうします。わあどうしよう、遠足のお菓子持ってくるの忘れた、どうしようどうしよう、おおおネクストシーン、そんな時はダンゴムシをダンゴと言い張り、友達のお菓子と入れ替えさせる、めでたい、叩いて叩いて叩いて、はい、めでたい、叩いて叩いて叩いて、はい、正解はダンゴムシを団子だと言い張り、友達のお菓子と無理やり交換させるでした。めでたい、オッケーオッケー、そういうシステムやな。オッケーオッケー。ここで社長に出題。
ネガティブなシチュエーションをハッピちゃんがどうポジティブに変換するかを考えてもらいます。お題のシチュエーションはこちら。マンションで学校に行こうと出発しようとするんですが、エレベーターが点検中で動いていなかった。このままじゃ遅刻してしまう、はい、そういったネガティブな状況をどうポジティブに変えるでしょうかという。何回のそれ。ここ9階やから9階にする。9階9階ね。なんと走れ光圀社長のオフィス、実は結構高層ビルで、そうなのみんな、そうなの、9階でございます。光圀社長の答えはここ9階、エレベーターが点検中、降りれない、降りれないから、うーん、キョーン、うーん、コンビニの袋をパラシュート代わりにする、コンビニの袋ピタツー、ちょっと膝がしびれる、長いなハッピちゃんの尺奪いすぎでしょ、付け足し多い。じゃあハッピちゃん、はい、何もちょっとこの次やりにくすぎる確かにな、一言ぐらいで答えてもらってでハッピちゃんがもう思い切りやってみたいな感じで、なんかお前な、エレベーターが点検中で遅刻しそうな時、ハッピちゃんならこうします。わあどうしよう、エレベーター検定中で乗られへん、学校遅刻しちゃう、どうしようどうしよう、おーおーネクストシーン、そんな時はハッピーを広げてハッピちゃんもん食べ飛び降りる、はい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 、というわけで8割正解正解はハッピーを広げてハッピーモモンガで飛び降りるでした。ごめんごめん、光圀社長ガチ反省。しかしクイズには正解したということで、定番ギャグのなんのこっちゃねをハッピーちゃんが令和版にアレンジしてプレゼント。女子高生の間で流行っているはにゃ片思いハート揚げピースを盛り込んでくれました。昭和芸人が使いこなすことができるのか、ギャグとともにどうぞ。祇園祭り、うーん、ブワーン、ブカンブカンブカン、ピュ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 、祇園祭り、なんのこっちゃにー。流行りそうこれで。うーん、諦めましょう。あら、どうしよう。